天気が悪いと私の骨がなぜ痛むのか父から聞いてはおらぬか。戦だよ。奴らは手当たり次第に殺していった。敵など恐れはせん。天下太平を掲げ戦ばかり。領主に苦しめられる民を我らの手で救う。仇討ちは寄るべなき寂しき道。傷を癒す術は他にもある。力を浪する者に力を握らせてはおけぬ。信長様の望まれる武人になるべく精進いたしまする。二つの魂が重なり合うなら、その二人は仲間となる運命。弱き者を餌食にするとは言語道断。この地の民のため、乱世に正義をもたらしてみせる。